アレクシス・ビルヘルム・エルンストは、ドイツの諸行家門ヘッセン家の一員で、ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルト砲白家の当主。ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルト砲白カールと、その二番目の妻で、ベンシュタイン公、ルートビヒビルヘルムの娘であるゾフィーの間の、第三子、三男として生まれ、1854年に、砲白家の家督を継いだ。 プロイセン軍の形式上の騎兵大将であり、1866年より、カッセル氏の市議会議員、またクロワシ勲章の受賞者だった。バルヒフェルト紅白化の属するヘッセン選定公国は1866年の広島戦争の結果、プロイセンに併合された。アレクシスは1880年に、ヘッセン選定公国に所有していた、家族接種財産を放棄し、 それと引き換えに、アニメ役のヘッセンフィリップ・スタール疱白家の同主、エルンストと共同で、フィリップ・スタール一族の個人財産として、年金30万マルク、ハーナウ城、ローテンブルク城及びシェーンフェルト城を与えられた。アレクシスは1854年6月24日に、シャルロッテンブルク宮殿で、プロイセン王子カールの娘ルイーゼと結婚した。夫妻の間に子供はなく、 ヘッセン選定校の両方協会主張としての権能により、1861年3月6日に二人の離婚が宣言された。家督は弟、ビルヘルムの息子、クロートビヒが引き継いだ。ありがとうございます。